じゃあこんにちは。はい、さあ豊さん、高校野球甲子園がね、もうあの賑わせる季節になってきましたけれども、日本中を、はい、今年はどこが優勝するかわからんぞ。まあ、花巻東にはスラッガーいますし、佐々木麟太郎選手も、広陵もね、ポンズがいますし、あ、広陵は強いな、はい、でも慶応も強いぞ、お前。まあね、逆転できてますからね、逆転勝ち。ああいうチームっていうのは、まあ、実力もあるしね、はい、で大阪はね、大阪桐蔭破って、履正社が4年ぶりに、そうだな、はい、出場です。もうくたくたなんじゃないの、もうそこね、履正社、もう大阪大変だし。まあ、神奈川も大変だけど、はい、まあ、日大三高とかもね、そうですね、西東京、うん、はい、頑張ってますし、はい、でやっぱり甲子園の沸かせた元選手、はい、藤浪違うか選手沸かせたじゃないか沸かせました。春夏連覇だぞお前そうですよね、もっと遡ればやっぱ KK コンビとか PL じゃんそれ、はい、もうまあまあ、まあ、PL、ね、ですけれども、はいはい、とか例えば、まあ、大阪桐蔭でいうと、はい、まあ、根尾選手とか藤原選手などを擁したね、あの時の大阪桐蔭強かったですよ、ね、まあ、強かったな、はい、バランスのいいチームだったよな、ですよね、今名前の上がった、はい、そうです、根尾選手、まあ、根尾投手ですね、今どうしているかというところです。ピッチャーやってるんでしょ。そうです、黙々と。いや見たよ映像、見ましたか。まあ現在なんですけれども、ファームの成績としては防御率 3.05、 登板回数は20登板、先発6というところで、まあ勝利は0で4つ敗戦と、4つ敗戦で、先日8月のあれは2日ですかね、はい、2日の試合で6回途中6失点、まあ、うん、マックスが151キロだったんですけれども、ちょっと映像をご覧いただきました。見たけどね、はい、2段モーションにしてるんだよね。そうなんですよ、うん、でひねりを加えてて、はい、野茂にしちゃ細いなみたいな野茂さんね、はいどうなんやろな、うん、スピードって151キロって言うけど、はい、もうなんか最近のピッチャーは150キロぐらいが平均的なスピードになってきたからね、はい、そうなんですよ、ね、だから刺しても速くないと思うし、はい、やっぱ変化球がどの程度入るかっていうのがね、はい、キレを持ってるかとか、うん、まあそういうことなんだろうけども、やっぱピッチャーの基本ってコントロールだよね、はい、まっすぐのキレとコントロール、うん、これが身につかないことには多分難しいと思う。結構制球にちょっとばらつきがあるのかなっていう印象も受けた。まあありすぎだよね。ありすぎ、ああ、うん、やっぱり。それと声を出し出したね。はい、わーっていう、うん、これは声を出したのは、これはなんか大谷の影響かもわからないし、なんかその方がリズムに乗っていきやすいとか、まあ、気持ちが乗ってくるというか、まあそういうこともあるけども、はい、なかなかやっぱこう甘いボールが多いよね。そうなんですよ、ちょっとあの高め高めだったりとか、あとコース外れてボールだったり、フォアボール出したりとか、あとまあホームランも打たれるシーンも、そうだな、はい、だから意図して何をやってるのかっていう、その意図がわからないというか、はい、ただやっぱこう力いっぱい投げたいのか、力いっぱい投げることに今焦点を置いてるのか、うん、それともコントロールなのか、うん、そのまっすぐ見せていたのは変化球なのか、うん、そのね意図が伝わってこないんだよ。ただマウンドでこう投げてるだけっていうような、はい、そんな感じがするんだよね。そうですね、うん、何を目的としてるのかなっていう、うん、じゃあ豊さんが例えばコーチであれば、根尾投手にはどういうふうな投手になった方がいいよとかアドバイスしますか。まあ投手で言えば、うん、150キロって平均的なピッチャーだから、もう少しコントロールを身につける、いろんなボール球種はいらないから、今の段階で言えばアウトローに3球投げるような努力をさせるよね、はい、各バッターに対して、あ、はい、でまあインサイドもそうだし、だからあれこれやったってやっぱバラバラになるっていう感じがするから、だからちょっと時間はかかると思うけども、あと2年ぐらいでその制球のいいピッチャー、はい、もうねこれはね口を揃えて言うよみんなが、ピッチャーってコントロールだって。そうですね、うん、まずはやっぱコントロールをつけさせるために、いろんな球種を投げるんではなくて、一番頼れるボールっていうのは根尾は今のところまっすぐだと思うんだよ、はい、そうなってくるとやっぱこう外に3球投げたら2球は絶対ストライクいっぱいのところに来るとか、うん、そういうコントロールを身につけさせるよね、うん、で1球ボールになるのは絶対中に入らないように外に逃げるような感じのボール球だったら OK、 中に入ったらアウトみたいな、まあ、そういうような教え方をするかな。やっぱそれは2軍にいる例えばコーチの方だったりとかがそういうふうに適性を見て、まあ、上限とかアドバイスをしてるんですか。まあ、いろいろやってるとは思うけど、うん、
ただ俺は急がば回れで、はい、大事なところを身につけないとバラバラのまんま、はい、あいい時はあ今日勝っちゃったなみたいな、うん、悪い時が続くともう絶対勝てないとかさ、うん、まあそういうことになるから、だからまずはやっぱこう丁寧に、うん、根気よく、はい、だから彼は器用そうで器用じゃない、うん、と思うんだよ、ここまで出てこないっていうことはね、はい、だから不器用な人間っていうのは利点があって、一回覚えたものっていうのはなくさないんだよ。あ、器用な人っていうのはそこからアレンジが入るから、はい、またバラバラになったりとかするんだよ、はい、わけわかんなくなったりとか、うん、でも不器用な人ってそれを捕まえたらそこばっかりやるから、あ、だから伸びていったりとか伸びていくんだ、だからそういう性格なのかなっていうような感じはするんだよね、うん。あとまあ2軍でもやっぱりこの5イニング3分の1を初回から投げるっていうことはやっぱり先発として上で使いたいっていう意図なんですか。まあもっと早くなったら中でもいいけど、はい、まずはやっぱ肩のスタミナっていうのを、どんなピッチャーだってショートイニング投げるピッチャーだって肩のスタミナっていうのは持っとかないと連投が効かなくなったりとかするから、はい、だからそういう意味ではすごく大切なことだけどね。あ、そうなんですね、うん、だから先発にするか中に入れるかっていうのはちょっと分かんないけども、はい、肩のスタミナはいるんだよやっぱりね、うん、投げないとつかない筋力っていうのもあるし、だから投げさせておくっていうのはすごく大事なことだと思うけどね、はい、ただ今年やっぱりまだ一度も一軍では投げている姿を見てないんですけれども、でも根尾投手としての投手はあれ去年でしたっけ、マウンドで何回も見てるの、うん、去年は見られて今年見られないっていうのはどうしてなんですか。競争に負けてるっていうことで、去年見れたのはそれが何でだったんですか。去年はピッチャーがいなかったの。それとやっぱり上で投げて、はい、ある程度上だと何が必要なのかっていうことを勉強させるために、はい、まあ、そういうことをさしたんだと思うよ。うん、でその課題を持って今やってるはずなんだけどもね、はい、いろいろフォームが変わったりだとかしてるからね、まあ、まだこれでやっていこうっていう一つの形っていうのは作れてないような気がするよね。じゃあまだ今の時点では一軍に上がるっていうことはちょっと先になりそうですか。いや分からないよ、チーム状況によって、うん、やっぱ経験さそうと思ったら上に上げるし、もちろんその A クラスとかそういう目がなくなったら、うん、まあそうだね、だからそういうことになれば、うん、やっぱ根尾を来年のために経験させておこうっていうことは、まあ、ないことはないよね、はい、うん、ないことはないけど今のままではやっぱ打たれるかな、はい、あ、やっぱコントロールっていうところをもっと身につけないとっていうことなんで、2軍の選手より明らかに1軍の選手の方が選球眼はいいからね、はい、だから打ってくれないよ。そうですよね、だからみんなさ一軍のピッチャーでもフォアボールを多く出すピッチャーに勝てるピッチャーってなかなか生まれてこない、はい、それは圧倒的な力があってフォアボールを出してるんだったらいいけど、はい、でも圧倒的な力がないのにフォアボールを出すっていうのはもう致命的だよね。そうですね、やっぱ勝てないピッチャーの代名詞みたいなさ、うん、そういうことにもなってくるから、だからネオにはやっぱこうコントロールを意識して腕を振った中でのコントロールだよ、はい、それ軽く投げてしょって言ってコントロールはまあプロに来るぐらいのピッチャーだからストライクぐらいは入ると思うんだけど、まあ、それじゃない打ちにくいボールストライクで本当に精度のいいボールが投げれないと苦しいかな。あ、これもう絶対投手で行くって決めたので、もう投手ですね、また野手に戻るってことはもう絶対にない。いや分からん、これはいやもう二刀流やらせたらいいのになと思うんだけどな、身体的にも、まあ、スタミナがないようには見えないんだよね、はい、まあ細いけどね、まだ二刀流でもいいのかなって。そうですね、その方がなんか彼の頭の中とか体のバランスだとか、はい、そういうのが整うようなそんな気がするんだよね、うん、だからピッチャーのことばっかり考えてるとさ、なんか瞑想が始まるというかさ、はい、まあ、ピッチャーはここまで、よし、今日はやりきった、よし、バッターだみたいな、うん、なんかこう、スイッチが変わった方が、性格的にはそういう性格をしてるかもね。かもしれないですよね、うん、だから、まあ、バランスが。話を聞くと頭のいい子らしいから、はい、だからそういうスイッチが切り替える瞬間があってもいいのかなっていうふうには思うよね。うん、そうですね、うん、じゃあまだまだ可能性をゼロにしなくても二刀流って、まあ、難しい、まあ、そうだね、バッティングの練習もセ・リーグの場合はやっぱあるからね、はい、バッティングの練習も多少はしてると思うけども、これがピッチャーで練習するのか、はい、いやピッチャーをやって次は野手の練習だっていうふうに本当に切り替わってやるのかはちょっとわからないけども、はい、でも切り替わった方が彼はあんまり考えすぎなくていいのかなっていうね、うん、いろいろ
迷走してるよね、ピッチングフォーム見てるとね。それがそうなんですね、二段モーションというか。そうだね、だからもうセットの方がいいもんね。ああ、そうなんですね。セットの方がもういっぺんに投げるから、うん、だからなんかすごくまとまりを感じるんだけど、うん、まあ今は目いっぱい腕を振って力強い球を投げるっていう、まあ、制球はどうであれね、まずそういうスタイルを身につけるっていうことでやってるんだったら別に構わないけども、はい、だけど早く一軍に上がりたい、勝てるピッチャーになりたいって思うんだったらコントロールだよね。まずそこっていう、もうね151投げるわけでしょ、はい、ね、もうスピードそのぐらいでいいよ、うん、それが精度よく決まったら打てないから、うん、だからまあそこら辺をちょっと目指してほしいなと思うけどね。そうですね。なんかあと湯田さんおっしゃってたのが、その投げ方とかもあのオリックスの山本由伸投手みたいな。野手出身でしょ。ああ、そうなんだ。野手ってね、はい、あんまり足上げたりとか、はい、二段モーションにすることってキャッチボールの時からまずないんだよ。そうですね。でまず基本的にはピッチャーをやりながらショートなのか、うん、ショートをやりながらピッチャーだったって、どっちかって言えばショートをやりながらのピッチャーだったと思うんだよね、はい、だからこの2段で投げたりだとかさすることっていうのは、まあ、今身につけようとしてるんだろうけども、投げるバランスっていうのは悪いと思うんだよね、うん、野手ってやっぱり山本由伸みたいに今取り入れたら足を上げないでスッとあの体重移動して投げる、あっちの方が精度はいいような気はするけどね、ネオはね。あ、そっちもなんか試しつつっていうのも悪くはないですね。それではそんなに来なかったらまた元に戻せばいいだけの話で。ああ、そうそう、うん、まあいろいろまだ時間はあるよ、はいね、だからやっぱりいいものをやっぱ作って、うん、ネオっていうのは甲子園のスターだし、はい、入ってもスターなわけだから、はい、苦しむ姿はあんまり見せないで、うん、スマートにいってほしいよね、うん、はい、ネオが上がってきました、おお成長したなみたいな、頑張ったんだなっていうのを感じさせてほしい。そうですね、うん、まあ、早くねドラゴンズファン、そして野球ファンもそのネオ投手が一軍で投げている姿、まあそうだね、見たいですね、はい、はい、